はい、ナマステ。このビデオは、JFND の、このコースですね、チャット GPT を通して学ぶ第二外国語という名前になりましたが、このコースの、第5週ですね、第5週の、課題のために、撮影しています。はい、で最初はですね、宿題とは直接関係ないことを、話しますので、急いでいる人は後半だけ見ても大丈夫です。はい、まずですね、ちょっと、今日は添削ですね。添削、つまりそのネイティブチェックを受けるっていうのが、第5週の課題になりますが、その前にそのために、どのように添削をするかということを、ご紹介したいと思うんですね。でもその前に、僕がですね、日常的にやっている添削について、お話しします。僕はですね、もう最近は全部その、まずチャット GPT で日本語を直してもらってから私に提出してくださいというふうに、宿題を出しています。まあ、私のコースに参加している人はみんな知ってますね。はい、ですので、あんまり仕事では添削をしないんですけど、でも日常的にやっている添削っていうのがあるんですね。でそれがね、この、音声配信なんです。これはSpotify とかで聞くことができる音声配信ですね。ポッドキャストです、ポッドキャスト。これはムラスペという名前でやっています。はい、でこれはですね、ちょうどその10月11日に私が配信したコスプレ日本語っていう、そういう、トピックなんですけど、ちょっとこれもですね、ご紹介しておきたいと思うんですが、その、なんでかっていうとですね、まあ、要するにこれを添削してるんですね、僕はね。でまず添削する前に、私が話したことは全部その、このね、リッスンという、ここはSpotify ではありません。リッスンという別の、ウェブサービスですけど、それを使うとですね、私が話したことが全部、こういうふうに文字になって、共有されるんですね。はい、で皆さんもね、分かっていると思いますが、私の日本語の中には、とか、とか、それでとかですね、そういうその、まあ、フィラーって言いますけど、そういうあんまり意味がない言葉がたくさんあります。ですので、それをそのまま文字にするととても読みにくいんですね。ですけど、このリッスンというのは、そういうフィラーとかが全部削除されるんですね。なので、とても読みやすい、そういう記事になります。だけどこれはまだね、やっぱり話し言葉なので、それをですね、このチャット GPT でですね、書き言葉に直してもらっています。で、例えばこの「それではですね、本日の本題に入ってみたいと思います」っていうのが、それでは今日の、主題に入りたいと思いますっていうふうになっています。まあ、こちらは本当に話し言葉をそのまま文字にしたものですけど、こちらはそれを書き言葉に直しているんですね。で、これを私はブログにアップロードしています。はい、でいかにも私が書いたように見えますが、実際には私はただ話をしているだけです。はい、でここからが今日の課題の本番ですね。で、どういうふうにこれをシェアじゃない、ごめんなさい、添削するか、この直したいところをどういうふうに直すかというところを、お見せしたいと思います。まあ、Google ドキュメントでやるだけですので、知ってる人にはとても簡単だと思いますけどね。はい、まず最初に、ごめんなさい、戻っちゃいますね。はい、この、Google ドキュメントにこの、これから添削するところを、コピー&ペーストしますね。はい、でこれを直したいわけです。はい、でもちょっと本当は私が自分で直しますけど、ここでは人にお願いして、直してもらうこと、それをその方法をご紹介しますね。はい、まず最初にこれを、相手にシェアしなければいけません。シェアですから当然ここですね。はい、でこれをカチッと押すと、こんなふうにですね、出てきます。でも大事なのはね、実はここじゃなくて、ここのところですね。はい、このジェネラルアクセスが最初は Restricted になっていますから、これをカチッとクリックすると、こんなふうに Anyone with the link、そのリンクを知っている人はみんなということになりますね。はい、でこれをカチッと押すと、
ここが Anyone with a link になりますね。で、ただね、ここが Viewer になっていると、これが添削してもらうことができませんから、これをコメンターにします。コメンター、コメンターですね。はい。はい、今これがコメンターになりました。それでこのコピーリンクっていうところをカチッとクリックすると、こういうふうにリンクコピーでというふうに出てくるわけですね。はい。で、今つまりリンクをコピーしたところです。で、このリンクをその添削してほしい人に、まあネイティブチェックだったらそのネイティブスピーカーに送ります。まあ例えば別に WhatsApp だったらね、こんな感じですよね。添削の課題ですが、私の原稿はこちらです。どうぞよろしくお願いいたしますとか書いて、このリンクを送ってください。これでね。はい。じゃあここからはこれを書いた人ではなくて、このリンクを受け取って直す人の立場で、画面をご紹介します。はい。これはログインって書いてあるのを見ればわかると思いますが、つまりまだログインしていない状況ですね。もちろん使っているのは私ですけど、でもその私ではない人がこの添削をするように、そういうところをご紹介しますね。で、一番大事なのはここのところで、ここが提案になっているかどうかということです。さっきコメンターになっていましたよね。はい。コメンターの場合はここが提案になっています。はい。なっていれば大丈夫ですね。で、もし閲覧になっていたら提案もできないので、この提案に戻してください。で、さっきのリンクの場合はこの編集は選ぶことができないと思います。でね、直したいところ、例えばたくさんあります。まあ、例えばね、今ここのところはインド人の名前でね、コーシクさんっていう人なんですけど、で、それがその、このね、文字化した時にはそれが分からなかったんでしょうね、チャット GPT もね。なので、コーシクンっていう別の人の、漢字になっていますね。で、この漢字は間違っていますから、私がコーシクというふうにアルファベットで入れています。まあ、そういうふうに同じようにですね、いくつか直したいところがあるんですね。はい。例えばここはね、存在していますっていう言葉があったんですけど、私のブログはそんなに真面目なブログではなくて、もう少し柔らかい言葉にしたかったので、存在していますを消してありますにしたんですね。はい。この線があるのは消したっていう意味です。例えばここの「おり」っていうのも、この「おり」を消して、で、この「いて」を入れたっていうことですね。開催されておりだったのを、この「おり」を消して開催されていてにふうにしたという、そういう感じです。で、こうやっていくつか、ここもね、ここはおそらくというのがなかったので、私が新しく入れました。まあ、こういう感じで、直していきます。はい。で、これはね、もう別に直しましたよとか連絡しなくても大丈夫です。自動的にこの、オリジナルのね、この文を書いた人に連絡がいきますね。はい。まあ、でも全部終わったら一応終わりましたよぐらい、WhatsApp とか LINE でね、連絡してもいいとは思います。はい。それでね、はい。で、じゃあ今度もらった人、つまりその今のは提案でしたよね。はい。これ全部提案です。提案なので、提案をしてもらった人は、その提案を受け入れるかどうかを、自分で考えなければいけません。はい。で、実際の画面はどういうふうになっているかっていうと、例えばこの一番上のところは、この「おり」を消して「いて」を入れているんですね。されていて、されて、おりを消して、されていてになっています。はい。で、もしね、これをこういうふうにした方がいいなと思ったら、こちらの、受け入れる方のマークですね。で、いや、これは提案されておりのね、要するに最初のままがいいやというふうに思ったら、こちらの×、リジェクションの方ですね、拒否する、そちらの方を選んでください。で、こうやって一つ一つ全部見ていって、最終的には自分で全部その添削ね、提案を受け入れるかどうかを全部自分で決めてほしいと思います。はい。それではですね、今日の私の、ビデオはここまでになります。また来週の水曜日にね、Zoom でお会いできることを楽しみにしています。
はい、それではフィルム園芸、失礼します。